じゃあマーベルミッドナイトサンズストーリー進行していきます。とりあえずこの間前回ウルヴァリンが登場したのか、その後からか。じゃあそしたら、何をやればいいんだ。自宅に戻ってきた。私たちに盾ついて二度も逃げられるヒドラエージェントはいない。交流する。水辺でくつろぐ。マジックと あんたの一番いいところは余計なことを言わないところよ。あの一番いいところは余計なことを言わないところよ。冗談本心か。またご冗談を。ハンター、どうしたの。私が何か言った。やめて。わかった、すぐやめる。あんたって最悪。すまない、からかっただけだ。ごめん、ちょっと調子に。もういい、全部台無し。また付き合わなくもないかも。友情が上がった。
ステージで来てるのかこれ。寝ればいいのか。ハンター、このメッセージを受け取ったらできるだけ早くセントラル端末のところに来てほしい。何か妙ね。博士、戻ったのね。博士か。すまない、ハンター。さぞ印象が悪かったと思う。でも、もう元通りだ。戻ってくれてよかった。戻ってきてくれてよかった。少しの間、みんな心配してたのよ。気をもませてしまったね。でも僕は大丈夫だ。僕らの通信システムよりずっと調子がいい。ガンマ線が跳ね上がって通信が切れてしまったんだ。電磁スペクトルが乱れるほどの異常だった。マンハッタンの携帯電話基地局には薬味だったね。でも心配はいらない。問題はもう特定済みだ。もう停電は起きない、約束する。それよりこのガンマ線によって生じる連鎖反応の方が心配だ。それもあって君をスキャンさせてほしいんだ。このエネルギー変化による影響を見たい。スキャンってなんだ。スキャンが何か知らないけど、それが放射線調査の役に立つの？そうか。細かい説明は省くけど、ボタン一つで済むことだよ。うまくいけば今起きているガンマ線異常の原因やパターンを解明できるかもしれない。あわよくば元に戻す方法もね。じっとしてるだけでいい。痛みも何も感じない。怪しいな、なんか。じゃあ、あ、これ終わったよ。この結果を分析すればいろいろな発見があるはずだ。ありがとう、ハンター。ハンターの部屋、もう一度寝る。姉が鳴ってる子供の頃好きだったいたずらだけど、久々に聞いた気がする。きっとケアテイカーが顔をしかめてるな。それともこれは彼女のジョーク？ゲストのはずのアベンジャーズが通信を独り占め、仲良しのブルースバナーとおしゃべりだね。あんたはどうなの、スパイダーマン。アベンジャーズとお近づきになって地球最強のヒーローに入れてもらうの？僕が？何をするの、マジック？リラックスするの、一緒に。そう、緊張してるつもりはなかったけど。私の話よ。ここには仲間を必ず連れてくるの。
マジックはとてもかっこいいと思う。ありがとうマジック。私にとってもあなたは大切な仲間よ。どういたしまして。おしゃべりはおしまい。ハンター、リラックスよ。わかった、やってみる。もうしゃべらないで、温かい空気を台無しにしてる。ごめん。なんかレベルアップした。友情レベルアップ。疑わしきは罰せず、今回は見逃してあげる。ヒーローでちょっと頼みがあるの。ニコミノールに近づくか顔上げた。あんた質問がある。本当かどうかわからないけれど、インフィニティガントレットを身につければ無限の力が手に入るらしい。ハンターならそれを使って何をする？そんな力を扱えるほど純粋な人間がいるとは思えない。ありがとうハンター。はい、次はどこだ。あったあった、こっちか。地図を見て。世界中が危機的状況よ。その名の通り、ヒドラには潰すべき勢力が世界中にある。ニューヨーク、パリ、モスクワ、シンガポール、ロサンゼルス、リストは増える一方よ。前は不意をつかれた、また追い詰める。どうやって？アベンジャーズの戦力は分散しているじゃない。バナーと連絡が取れた。タワーも今のところ健在だ。そんなことか。サンクタムの時も皆直前まで安心しきっていたのだぞ。悪いが、君の名ばかりの神秘の書庫は最新設備で固めた僕のタワーとは違う。やられはしないさ。大した自信だな。君のエゴはタワーより高そうだ。スプリームなんて大げさな肩書きの君がよく言うよ。もう気は済んだ。こうして言い争ってる間にもヒドラは構わず好き勝手やってる。分かったよ、言い合いはやめて。あいつらのケツを。いや、いい。とにかく言い合いはなしだ。ヒドラもこうして無駄に罵り合ったりするのかな。あの鐘を覚えてる？幼い頃のあなたを塔に登らせないようにするのは一苦労だった。何かと理由をつけては鐘を鳴らそうとしていたもんね。通常ミッションの完了が必要。知らなかったでしょ。どうしようかな。じゃあ何個かミッションをクリアしないといけないのか。ハード、ハード、ノーマル。ちょっとこれにしようか。ヒドラのデバイスの防衛。ブレイド。ゴーストライダーを、ゴーストライダー連れていこう。これめっちゃ強いよね。
遊びが。こういう連中のせいで戦闘がまで下がるんだ。
砕いてやる。
べ。あれるか。おい、助ける気はないのか。これでなんとか。あんたとは比べ物にならない相手と対峙し、殺してきた。のおかげで新しい機材が手に入ったようね。ご苦労様。なんだ、ライドを変更できるの。ストーリー進めたいからこっちでもいいかもな。アルティメットストーリー進めたいな。ストーリー進めていこう。よいしょ。なるほど。週末までにバスルームをきれいに保つ方法を決めるぞ。ハンター、君の話を聞きたい。元気か、ハンター。ストライド映画を見る。ホースチェイスって知ってるか？ホースチェイス？カーチェイスの馬番だ。馬でドリフトを決めたことは？凍った湖とかそういう場所で。まさか。馬はそういうものじゃない。分かってる。想像するだけで楽しいだろ。昔はさ、馬でドリフトを決めるゴーストライダーがいたんじゃないか。いたとしても会ったことはない。誰かターボ付きの馬の映画を作ってくれないかな。タイトルはロボホースとか。ロビー、
言ってることの半分もわからないけど。いいんだよ、二人とも十分笑えてるだろ。ずっとこうしてたいな。あんたは家族みたいなもんだよ。レース映画に付き合ってくれてサンキューな、あんた。褒める。プリティラブリーチャーリー。どうしたんだ、ハンター。ロビー、少し二人で話せる？もちろん、行こう。ニコがパーティーの準備を手伝ってほしいって。わかった。何をすればいい？みんなからマジックへのプレゼント探しだって。任せろ。記憶に残るプレゼントにしてやる。調子はどう？ライダース。
ットバンド。すればいいのか。これか。拾ってた。あんたに頼みがある。新しい人たちが大勢来るまで自分が他人とそんなに違うなんて思わなかった。でも今はわかる。怖いやつとか変なやつだって思われてる。そんな声は誰からも聞いたことない。いいから一緒にトレーニングでもしよう。ありがとう、ハンター。あ、元気してた？この素晴らしい出会いに感化されて、僕もチームを作ろうかなって。スパイダーマンと脅威の仲間たち。ピーター・パーカー。チェーンストライク。それでターゲット。トラブルに気をつけて。
ヒーロー任務。私を遊ばせておくのは損だよ、ハンター。もっと情報キャッシュを持ってきて。それじゃまた。時間がもったいないぞ。グレード。老犬だって多くの技を覚えられる。言い訳はなしだ。これでだいぶ変わるんじゃない？クイックブラスト。常に確信を。それがスターク社の約束だ。戦闘中、激突によるダメージが増加する。スラッシュ、強制ノックバック。私が魔術を使えるって分かってるよね。ニコと。みんながここで騒いでるって分かったよ。じゃあまたな。新しいコイルか。早速仕事だ。コイルじゃあ見てみよう。例ならいいぞ、ハンター。アプリティを発見。これなんだ。シュー、あー、これか。乾き。チャーリーがほっかほかのコイルを廊下に残してるんじゃないか。物質の3体の個体のやつ。突進、強制ノックバック。ここの工程を自動化すればループから抜け出せる気がするな。作業完成してる。さあ、なんだ。次はどうしたと思う？突進、精密攻撃、臨界ポータル作成か。ノックバック、全身全霊で取り組もう。この次元にいる私の分。面白い。どこをどう切り取っても凡庸なアーティファクトだ。
上空。ある魔術師にとってのゴミは他の魔術師にとっての宝。この品の価値は君が決めた。よし、始めようか、ドクタースプーキー。またな、ハンター同じアプリでは最大2枚まで。乾き出血状態に適正にマーキングをかけるにお付与する。
れでいくか。これは良さそう。備えあれば憂いなし。フレンドセンスがムズムと。渡したいものがあるの。ああ、クイーンズの格安アパート情報。いや、部品だ。トップクラスの部品よ。同じくらいいいものだ。調子はどうだ。要求は一つだけ。情報。トニーもストレンジも自分が作戦の中心だと思っているようだけど、仕事の大半を担ってるのはこの場所よ。ストーリーミッション行けるか。遅れてすまない。スティーブと僕の二人で留守を守ってたんだが、僕はこのところ自分じゃないようで。それ今に始まったことじゃないだろ。やめて、トニー。ハルクがあなたの全てじゃない。あなたはこの地球で最も優れた科学者の一人でしょ。その通り。そして今こそその頭脳を私たちのために使ってほしい。研究の成果はいつ頃聞けるの。言ってるだろ、グレムリンだって。出力低下。アークリアクター1号と3号、防衛システムが機能停止する。リリス、不可能だ。いくらあいつでも。分かった、ほぼな。ヒドラのガンシップだ。ダメだ、手も足も出ない。そう、ミサイルだ。もう嘘でしょ。冷静に、ブルース。僕は冷静だ。うわ、やべ。僕はいつでも冷静だ。ブリース、通信を続けろ。タワーに近づければシステムを復旧できるかもしれない。どうだ、ジュニア。もしダークママが出てきたら僕の援護を頼めるか。任せて。
タワーに行ったら隅から隅まで案内してやろう。その前に軽く掃除が必要かもね。戦闘地帯のすぐ外側の地点に送り届けるわ。用心深すぎるかもしれないけど、後悔するよりずっといい。ヒーローたちにロケット弾を発射しようとしている。ターン終了時にターゲット範囲内にいるヒーローはダメージを受けてしまう。移動またはアビリティを使ってヒーローの位置を変えダメージを避けよう。ヒント、敵をターゲット範囲内に叩き込めば形勢を逆転できる。みんなが仲良くしているのはいいことだけど、なるほど。できれば今はヒドラ兵に集中してくれるかな。こっちで防衛システムの復旧を試みるが、それまでは自力で頑張ってくれ。僕ならもっと早く対応できそうだが、自分で作ったシステムだしな。今は君の自慢の相手をしてる場合じゃないんだ、トニー。何世紀か前に今みたいな動きを見たわ。傷が残るだろうな。
へさっきも試したじゃないか。前回の技術に見えるな。支援部隊が来ている。来たなあ、ゾウ。あの方のためにパパを受け。相当めちゃくちゃにされてるぞ。フェイルセーフはどうした。そもそも実装してたのか。僕ならこのシステムを作ったなんて恥ずかしくて言えないな、トニー。パッチ。マナーインダストリーズから君が作ったものをリリースしてから言え。喜んで試してやる。敵に注目されてる。ターゲットシステム起動。なんかやばいな。やばいな、やばいな。努力は認める。光の力を感じる。システムに軽微なダメージ。こちらは万事順調。確認。なんだ、まだ終わりじゃないのか。そうや、また。さて。もう少しだ。電力供給が戻ったようだな。となると、こっちも再起動でき。なんだこれは。どうしてここが繋がってるんだ。教えてやりたいけど。くれないかな。ヒドラは
滅だ。さあ、生きて帰れ。俺の獲物だ。僕はそう簡単に倒れないぞ。今から入ってきた。おい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 、射撃補助、隙間って。リアクターオンライン、内部センサーキャリブレーション中。43ブロック獲得する。なんとか持ちこたえてくれ。了解。悪魔は細部に潜むからね。近頃はどこでも悪魔に出くわすけど、君とは仲良くなれそうだ。ヒドラにしたって弱い。覚悟ができた。これでよし。ヒドラがいい保険に入ってることを願うよ。どんな手を使ってでもやり遂げるぞ。目標確認。よくやった。決着を。問題発生だ。更新状態。ターゲット捕捉。うまく行き過ぎてるような気がする。標的にされてる。弱すぎる。タワーの屋上に急げ。倒しました。ヒドラの卑怯なやり方が変わっていないことはよく分かった。所詮ただのやられ役だってところもな。この戦い無傷で帰れるかもしれない。立てるな。ヒーローの鉄則だぞ。アークリアクター1号臨界、停止を試みる。おい、識別コードってのは何だ。究極の安全対策さ。ついてな、地球上で唯一それを知ってる人間がここにいる。大文字 H U L K。 兄、秘密の暗号はまさかハルクスマッシュじゃないだろうな。バカ言うな。ハルクスマッシュ1234だ。送信する。了解。なんか狙われてる。けなげだね。だがここからは大人の戦いだ。時給じゃなくて出来高制でな。ちゃちゃっとやるぞ。
前の自慢は。今の爆発でシステムの半分がいかれた。うまくいっていると何よりだ。リアクターのオーバーロードを止められるかどうか。計画通りに行くと気持ちいいな。分かったよ、ラムロ。相手してやる。回復。見事な戦いぶりだ。クロスボーンズ集めるライフが一番低いヒーローを攻撃する。そうなんだ。シールド。クロスボーンズが最初の攻撃を受けるとヒドラシールドが発動し、残りのターンで追加のブロックを獲得する。カウントダウンが進んでいく。マジかよ。そいつが伝説の救世主か。リリースのガキなんだろ。出来の悪い負け犬だろうな。かかってきな、傭兵風情。負け犬の牙の鋭さを教えてやる。話をした方がいいと思うぞ。僕らと戦うレベルに達してるとは思えん。強くなって計算合ってるか。範囲内の核的にダメージを与え蒸発する。了解だ。おお。今のは別に得意技じゃないもんな。
点ヒーローにコンピックプラス7を付与する。その盾はいい記念品になりそう。お土産としてキャプテンにあげようかな。これはアイアンマンがダメだな。突入する。あそこはもうダメだ。そうこなくちゃ。これ来た。いい。いいやられた。だよね。対面できるわけだ。キャップ、いつかその盾を見てみたいと思ってたんだ。いい手土産になるだろうな。あざになるほど近くで見せてやろうか、ラムロ。ダメだ、また範囲に入ってるなこれ。
しめそうだ。ソニーの目標に集中だ。痛くも痒くもない。こいつを心よく思わないはず。機械式の戦闘スーツなんてほとんど反則じゃない。したここは移動しとかんと、移動しとかないとやばいな。おお、時給じゃなくて出来高制だな。チャチャッとやるぞ。増援来ちまったぜ。来ちゃったよ。あ、回復しちゃった。回復すんの。自ら出てきて戦う勇気があるとは思わなかったよ、ナム。度胸を見せたら報酬を増やすとでも言われたのか。その面を拝みに来たんだ。今日は何があっても出て行こうと決めてたんだぜ、ロジャース。目標確認。ちょっと本気を出すか。よし、じゃあそれはリリースが何とかしたみたいだな。タワー、これはおじけづいたか。そろそろ必死だ。やばい、あー、あ、はあ、また次元爆弾使ってきました。やだな。また、やべ、増援来ちまった。次元爆弾の範囲内に入ってきまった。なるほど、なるほど。
そろだ。狩猟免許を更新して、そこを動くな。こういう時のために盾がある。まだ終わりじゃない。少しでも善良だったら。ロケット接近、気をつけろ。なるほど。治療。治療。あ、これアイアンマは？回復しとこう。光はアイアと共に。よし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 。そしたら。あれ、あ、ここか。これを移動しておかないと。いいだろう。よしよしよし。あるだけ運がいいと思ってます。あ、やべ、マクソイしちゃった。マクソイ、マクソイが。アイアンマンやられた。やられちゃったよ。キャプテンアメリカがあれほどお前を軽蔑する理由もわかる。彼は名誉を重んじる。バカげてる。仕事に戻るぞ。いい感じだ。悪いが死ぬ気はない。
強いね。また来たよ、次元爆弾。やば、どうしよう。シビックボーイスカウトには一瞬不安にさせられたぞ。こいつを使う機会がないかと思ってな。そこまでにしておけ。ブルース、状況は大丈夫か？もちろん上場だ。グニ、今のはガンマバースト。どうしてタワーの中からガンマバースト反応が出てるの？心配ない、すべて想定内だ。ブルース、そっちで何が起こってるんだ？地獄よりひどいことさ、ブリキ男。リリス、言った通りになったでしょ。ダークマザーはガンマアクセラレーターに大層感謝されている。君がいてくれたおかげだ。トーニー、一体何が起きた？彼は敵に寝返って母の闇の力に落ちたのよ。そんなところに騙したのか俺たち。いや、俺をコードも俺も大切なアクセラレーターを奪うためだけに。抗えブルース、お前はもっと強い人間のはずだ。そうやっていつもヒーローになりたがるな、トニー。ならチャンスをやろう。僕を撃って世界を救えよ。がっかりだ。わあ、わわわ。逃げられた。逃げられちゃった。コイル手に入った。レア。トリ、何と言ったらいいか。じゃあ言うな、話す気分じゃない。トニーが話したくないなんて初めて言う。いや、前にもあったが良い兆候ではない。激しく動揺しているのだ。リリスがハルクを手に入れるとは。あ、これか。まずい状況だったってのに。ロジャース。話をしない。そうだな。キャプテンアメリカ。君の母親のおかげで親友の一人が僕らに背を向けたことについて話すとしよう。友人があんなことになって辛いだろう。バナー博士のことは残念だった。どんな戦いでも。仲間を失うのは辛いものね。気持ちはありがたいよ、ハンター。だが戦いがどういうものかは分かってるつもりだ。何度も戦っているからね。なら危険は承知でしょ、バナー博士も。僕らは危険を恐れない。でもこれはまた別の話だ。リリスがしたことは想像を絶する。ブルースを変えてしまうなんて。なあ、
ブルースに起きたことは君のせいじゃない。けど。だからって君を信頼するほど僕はお人よしじゃない。君はリリスの子だからな。ブルースを変えられるなら、奴は君も変えられるんじゃないか。すでにそうだとしたら。もしそうだったら、ここにはもう誰も残ってない。そうかもしれないな。それが問題の一端だ。もうわからない。これまで経験したことをはるかに超えている。みんなは僕を頼ってくるのに、肝心の僕は闇の中でもがいているようなものだ。あなたは兵士だって聞いてる。昔のことだ。大昔さ。なら知ってるでしょ。戦争に絶対はない。この経験から学び、二度と同じことが起きないようにするの。それが無理なら疑念に屈して降伏するしかない。その場で考え順応し克服する。必ずしも僕の専門じゃないが、言いたいことは分かった。君を誤解していたかもしれない、ハンター。私はダークマザーの子。用心するのは当然よ。気を使ってくれてありがとう。でも結局のところ僕はブルースの件で怒っていて、君にその矛先を向けてしまったんだ。すまなかった。仕切り直そう。僕はスティーブ・ロジャース。お互いのことを教え合うのはどうだろう。キャプテン・アメリカになった経緯。最近の兵士はみんなあなたみたいに強いの？僕が兵士だったのは1945年が最後だ。だったらなぜキャプテン・アメリカと？昔のニックネームが定着してしまったんだ。最初の質問に答えてもらってない。最近の兵士は勇気の面でも熱意の面でも誰にも負けない優秀な人たちだ。ただ僕が受けた訓練は別物でね。僕は世界初のスーパーソルジャーを生み出すための特別な実験に志願したんだ。実験は成功した。ただ責任者だったアースキン博士はその後に殺されてしまった。だから僕だけかな、質問の答えとしては。アベンジャーズについて。アベンジャーズの一員というのはどんな気分？兵士の差がかもしれないが、チームというものが好きだからね。それでアベンジャーズを作ったの？誤解があるようだ。結成したのは僕じゃない。てっきりあなたがリーダーだと思ってた。作戦の心得はある、それだけだ。実はアベンジャーズに加入したのはブルースが初めて抜けた後でね。彼はそれを誤解してニューヨークで大暴れしたんだ。バナー博士が？まさか。怒ると別人なんだよ。君はまだ何も知らないんだ。それでよく復帰を許したね。人は皆間違うものだよ、ハンター。程度の差があるだけだ。今何歳？うまく言えないけど、あなたには何かを感じる。他のアベンジャーズとはまた違う。言うなれば落ち着きかい？そうかもしれない。よくわかるよ。最後に確かめた時は102歳だった。でも実を言うと数えるのはもうやめた。自分でも妙な感じだよ。第二次世界大戦の終結前に乗ってた飛行機が墜落してね。それが1945年のことで、それからずっと氷漬けだった。ようやく救出されたとき、僕が知る世界は何もかも消えていた。僕らの共通点かもしれないな。慣れるのに苦労したわ。その苦労もよくわかる。君が眠りについた後、世界は大きく変わった。何か困ったり話し相手が欲しいときはいつでも声をかけてくれ。あなたとクロスボーンズには因縁があるんじゃない？奴は傭兵だ。本名はブロック・ラムロー。あまり好かれてないみたいね。腐れ縁だ。一度は殺されたこともある。ということはあなたは不死身なのね。アベンジャーズの宣伝を鵜呑みにすればね。でも違う、不死身じゃない。君と同じで切れば血が出る。いや、君と同じではないか。キャロルともブルースともトニーはスティーブンともね。僕もいつかは知る。
話ができてよかったわ、スティーブ・ロジャース。僕もだ、ハンター。君のリーダーシップはなかなかだ。あと12ラウンドいける気がしてきた。善は急ぎだ。ではまた、ハンター。現実を見よう。バナーとリリスが一緒になったらどうなるか、みんなわかるでしょ。デカ鉄が敵に回ったってこと。不機嫌モードのバナーが誰かを傷つけたら全部トニーのせいだから。バナーが悪魔手先になったんならワンダにひどい実験とかするんじゃないか心配だよ。私の考えは分かっている。ええ、でも価値観は人それ。話って何？ええ、バナーのことよ。スタークはバナーの変化を見抜けなかった自分を許せないでしょうね。トニーが自分を許さなければならないのはバナーを仕留めるチャンスを逃したことだけよ。ことの大きさを理解してちょうだい。彼の存在はもはや重大な脅威よ。バナーは優秀な科学者よ。リリスはそれを利用してくるに違いないわ。あなたはもう一人の彼を知らないのね。リリスはバナーの天才的な頭脳を利用できるというだけじゃない。向こうはハルクを手に入れた。神を手駒に加えたに等しいわ。それもつかの間よ。バナーを取り戻す。だからそれは無理なの。でも彼がそこまでの脅威ならなおさら手を尽くさないと。いいえ、彼はもう救えない。マジかよ。私たちにできるのは彼から身を守る方法を探すことだけ。話は以上よ。伝わったことを祈るわ。ハルクのような敵はあなたも初めてのはずよ。ハルクは仲間にならないの。戦いに犠牲はつきものよ。何をうじうじ塞ぎ込んでるの？さっさとアベンジャーズタワーの敵を撃とう。早く助けてやらないと。ハンター、アベンジャーズタワーの戦闘ではほぼ無傷だったようね。ほぼね。でもリリスには全く想定外のダメージを与えられた。ええ、バナー博士がどうなったのかは聞いたわ。リリスは様々な方法で力を振るっているわね。彼女の憤怒が私たちに向けたものでなかったら着実に勢力を伸ばす様子に感心するところよ。そんなこと言って人が聞いたら大変よ。この後に及んで何を恐れろというの？それに敵に敬意を持つのは悪いことではないわ。特に相手がかつてあなたの母親だったならね。それはどうかな。このまま長引けばリリスがさらに危険な存在になることは間違いないようね。彼女の次の手を待つしかないでしょうけど、その間あなたは敷地内でできることを続けるといいわ。それが役に立つ？母親のことを理解すればするほど再び対決する時のために備えることができるわ。それにその過程で古き神々からの加護を受けることができれば願ってもないことでしょう。ワンダの式や他の手がかりをもっと探してみる。助けが必要な時は教えてちょうだい。トニー・スタークは情に流されやすいのか。はい、じゃあとりあえずひとまず今日はここまでで一回終わります。アメリカが仲間になって一人。なるほど。よし。
じゃあ終了いたします。じゃあお疲れ様でした。失礼します。